はい、こんにちは。2000年代ストリートファッションとヒップホップを語るチャンネルです。今回は第11回目ということで、だからあいつはかっこいい、イケてるストリートファッションの人特徴5選スタイル編という形でやっていきたいと思います。前回はイケてるストリートファッションの人特徴5選思考マインド編という形でやらせていただきました。イケてる人ってどんな思考で服を着てんのかな、どんな考え方してんのかなっていうところで話していきましたが、今回はスタイル編です。どんな格好をしている人がイケてるのかっていうところを5つ紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。まずストリートでイケてる人1、サイジングがうまいというところです。正直自分勝手なもう独断と偏見ですけど、おしゃれな人の条件、もうサイジングの前、これはもうマストだと思います。もうこれが全てと言ってもいいぐらいなんじゃないかなって、もうぶっちゃけ思うぐらいサイジングが上手い人はおしゃれだと思います。もうサイジングがダメだと本当にどんなにアイテム選びだったり色合わせだったり全てが完成してても、このサイジング一つが失敗したりすると全て台無しになってしまう。そのぐらいサイジングはすごい重要ですね。例えばXL の T シャツを着てちょっとオーバーサイズにするんであれば、デニムも合わせて36インチとか34インチ履くとか、そういう合わせ方、サイズの合わせ方っていうんですかね、そういうところまで計算して、服を着ないとおしゃれにはなれないのかなと思います。サイジングが上手い人は本当に何を着ててもかっこよくて、もう極論無地Tで本当にユニクロのデニムとか本当にノーブラの服、本当にそれこそワークマンとかもう声優とかの服とか着てても、サイジングがうまいだけでなんかすごいおしゃれに見えちゃうんですよね。逆にめちゃくちゃプレーのアイテムとか超人気アイテムを着てたとしても、サイジングが下手くそだとなんか金かけてる割にあいつ変だなっていう風になっちゃうので、サイジングっていうのはものすごい重要なファクターだと自分は思っております。自分の周りのおしゃれな人もサイジングがめちゃくちゃうまくていつも参考にしてます。はい、次、ストリートでイケてる人2、色合わせがうまいというところです。色合わせって何ですかっていうと、例えばニューヨークヤンキースのキャップ、ネイビーのキャップをかぶるとしたら、足元をネイビーのスニーカーで合わせるとか、要は色をちゃんと一本筋通すっていうところです。うまい人って自然に色合わせしてるなって印象があって、キャップをそのニューヨークメッツにして足元をメッツカラーとか、例えばどこだろう、パイレーツのキャップかぶって足元黄色とかにするとか、まあそういう感じのノリかなっていうところだと思うんですけれども、色合わせはやっぱり重要かなと思って、やっぱ特に B ボーイとかであれば、色合わせの文化ってやっぱあるんで、前にストリートファッション好きが使いがちな用語みたいなところで僕バチバチってワード紹介したんですけど、要はバッチッと色、チリバツで色を合わせるっていうのは B-boy マナーですからすごい大事かなと思ってます。なので色合わせっていうのは、僕はすごい大事だと思ってます。ただ色をただ合わせりゃいいってわけじゃないんですよ。全部、例えば全体を赤黒にするとします。ブレッドカラーにしたとして、全部ブレッド、キャップブレッド、 T シャツブレッド、靴ブレッドとかでやると、まあ確かにいいっちゃいいんですけど、逆に色合わせすぎちゃってガキっぽい印象になるんで、本当に2アイテムぐらいで色合わせるのがうまいのかなって思います。なのでやりすぎ NG なんだけど、適度に色を合わせるとすごいかっこいいっていう感じで思ってます。はい、次、ストリートでイケてる人3、意味合わせを意識しているっていう部分です。意味合わせって何ですかと、色合わせじゃないんですかっていう風にあるんですけど、意味合わせ、例えばニューヨークヤンキースのキャップをかぶります。で、そしたら、ヤンキースの、選手とかがつけてたベースボールシャツとか、ゲームジャージーとかを着たりするとか、そういう意味ですかね。ニューヨークメッツのキャップをかぶってナズの T シャツを着るとか、クイーンズ合わせですよね、要はそういう。なので、そういう意味合わせっていうのをしっかりわかってる人はかっこいいと思います。この意味合わせができるイコールストリートのバックボーンを理解しているっていうことになるので、単に物を着ているんじゃなくて、そのカルチャー全体を俯瞰できないとこの意味合わせってできないので、これで着てる人を見ると、ああこの人 B-boy だな、分かってんなってやっぱ思います。なので意味合わせってそれぐらい僕は大事にしている要素ですね。はい、
では次です。ストリートでイケてる人4、自分のスタイルを持っているっていうところです。これは極論この前紹介したストリートでイケてる人の特徴5選のマインド編でも紹介しましたけど、やっぱスタイルぶれない人、自分のスタイルを持ってる人っていうのは結局何してもかっこいいんですよと。僕が 90s ファッションが好きで 90s のヒップホップをめちゃくちゃ聴いてて、もうスティープテック着て、シルバーダブ履いてティンバーランド6インチフィールドブーツ履くんす、これが俺の感じなんすみたいな、なんかポロ着てローライフ意識してみたいな、やっぱそういうなんか自分がこれが好きでこれを通ってきたんだよ俺はっていうのを前面に出してる人はやっぱすごい見ててかっこいいですよね。逆にスタイルがなくてあれも着てこれも着てってなっちゃうと本当にそれこそごちゃごちゃで筋通らなくなっちゃうんで、やっぱ筋を通して自分の好きなものを前面に押し出してる人っていうのは、かっこいいなと思って、やっぱそういう人に僕は影響されてきましたし、やっぱりそういうのをみんな影響されるんじゃないかなと思います。もう例えばこれは例ですけど G アパートメントさんって吉祥寺に 90s のファッションを押し出してるお店があると思うんですけど、あそこのお店も2005年ぐらいから全然まだ日本でストリートの90年代が、人気だったは人気だったんですけど、ムーブメントではなってない時代からずっと 90s っていうのを一本筋通してきて、今15年の経って今 90s すごい人気だと思うんですよ。そういうやっぱ自分のスタイルを持って信念を持ってやり続けてる人ってやっぱ人影響を受けるんで、そういうのってすごい大事だと思ってます。はい、で最後にストリートでイケてる人5という部分です。2週に1度は床屋で神狩る、これ何言ってんのって思うんですけど、これニップスさん、グッドブランドのニップスさんがゴッドワードっていう曲かなんかで、ゴッドワードじゃないかなんかで言ったパンチラインなんですけど、2週に1度は床屋で神狩るんですよね。ではどういうことかというと、頭坊主にしてる人いれば気持ちわかると思うんですが、やっぱり髪坊主にするとちょっと髪がちょこっと出てきたりとかちょい伸びしたりしてかっこ悪いじゃないですか。なんで生え際はバッチッと整えてフレッシュフェードで決めるみたいな、スキンフェードを常にキープするみたいな、そういう意味合いですよね。髪の毛生え際はバッチバッチに決めてバッチリ切り髪でフレッシュな状態でキープしていく。あ、やっぱキャップかぶんない時も B-boy の人、ストリートが好きな人結構あると思うんですけど、ノーキャップで行く時って自分の頭が全てになるんで、やっぱりそこで自分の坊主のスタイリングがダサくなっちゃったりするとスタイル全体に影響を及ぼしちゃうので、やっぱ常に髪の毛はフレッシュでいるっていうのを意識してる人、これかっこいいなと思います。僕の周りの B-boy の人たちでもやっぱり2週に1度切ってますね、意識高い人は。俺はちょっとそこまでできないんで月1とかになっちゃってるんですけど、もう本当に信念があってスタイル貫いてる人はもう常に、頭はフレッシュでいるっていうのを意識してますね。なのでまあこれやってる2週に1度は床屋で髪買ってる人がいればちょっとコメントいただけると嬉しいんですけど、まあそのぐらいストリートは意識の高さが重要になってきますよということでございます。はい、ではまあ今回はストリートでイケてる人特徴5選スタイル編という形でやっていきました。ちょっと振り返っていきますと、1つ目がサイジングがうまい、2番目が色合わせがうまい、3番目が意味合わせを意識している、4番目が自分のスタイルを持っている、5番目が2週に1度は床屋で髪刈るというところでございました。皆さんは当てはまっていましたでしょうか。僕は全然できてません。こんなこと偉そうに言ってるのに僕は何一つできてません。あくまで僕がイケてるなって思った人がどんな特徴があるかなって頭の中で想像したらこの結果になりました。なんで僕もこの5つ実践できるように頑張っていきたいと思います。はい、で、まあ、最後になるんですけども、このチャンネルでは2000年代のストリートやヒップホップについていろいろ語っていきます。できれば毎日投稿したいんですけども、週に 2,3 回ぐらいは投稿していこうかなと思ってるので、ぜひ高評価、コメント、チャンネル登録お願いできればなと思っております。それではまたお会いしましょう。